菊池、学校にゲーム機は必要ないだろう。没収な。ゲー最悪。詐欺の宮、学校に培養した細菌は必要ないだろう。没収な。構いませんが先生、取り扱いには十分注意してくださいね。空気に触れると厄介な細菌なので。返すわ。帰るぞトール、力づくデモだ。やってみろ、塵一つ残さずこの世から消滅させてやる。よそでやれ。異空間を用意したのでこちらでやりますよ。どうしました？いや、あの凶悪なトールが人間の言うことを聞くとは一体何が。古い。いつもお世話になってるからな。お礼を持ってきたのだ。これは？お守りだ。いい出来だったのでな。へえ、手作り？ありがとう。あ、そういうことか。あ、トール、今日こそお前を連れ戻。消え去れエルマ。見る目のない女どもだぜ。かわいいのね、坊や。お、あー、なにこの子かわいい。なんだお前らは。向こうに行け。お姉ちゃんたちと遊ぼうよ。あ、私幼稚思い出した。あ、私も。大丈夫か。あ、貴様何のつもりだ。溺れてるぞ、やべんじゃねえか。カイドウ、俺っちは助けに行くから、てめえは入ろう。早く行くぞ。なんだてめえ、泳げたのか。え、あ、カイドウ。なんだ、何見てんだあいつ。キモ。やれやれ、よくもここまで掃除をせずに放っておいたもんだ。まったく、虫が出たらどうす。ゴキブリがいた。基本的に無敵の僕だが、唯一苦手なものがある。それは虫だ。よし、もらった。血は喧嘩かなんかだと思われてんだろ。ちっ、私とこいつとはそういう関係じゃありません。とにかく別れ話とかならちゃんとお互い話し合って、もっと穏やかにね。ところでマンオさん。え、はい。先ほどその同居人がどうとか。あ、それってあの彼女的なその何かだったりですかね。じゃなくて、男友達と貧乏生活してるの。そうなんですか。あー、よかった。情けない。あいつ本当に魔王なの？しっかりしなくて。番号勝ったばかりで言ってしまって。いいんです。実はそれ、昔の軍隊で使われていた化学兵器用のマスクなんです。持ち主は装着されていた状態で惨殺されたのだけど、怨念を払い切るのがすごく大変で、山井さんが持っててくだされば怨念が復活してもすぐにお払いできますね。あら、山井さん。先生、僕はいつだって真面目です。迷ってるなら相談しなさい。興味のあることとか、将来なりたいものとか、漠然とでも何かあるのか。どうした、何でもいいから言ってみなさい。ドラゴン、ドラゴンに乗って戦いたい。するんだ。先生、あなたもわからない人だ。僕はもうこれ以上はあいつを抑えられそうにない。
かった。一度親御さんを呼んで話そう。あ、僕文系にします。2秒で決まった。忘れてたよ、お前がどうしようもなくバカな人間だってこと。今は人間じゃない、お母さんコアラだ。俺たち早稲田家を出たというのに学校へ来ないから心配になって来てみれば。しかしこんなバカなことが起こるはずないだろう。パネルを切断する道具を持ってくるからそこで待ってなさい。早稲田。さてじゃあ討伐クエスト行きましょう。この私に期待してちょうだい。あ、助けてくれアクア。助けてくれ。うわ、やばい、超ウケるんですけど。カズマったら顔真っ赤で涙目で超必死なんですけど。あいつは後で埋めて帰ろう。神の力思い知れ。ダブラー。おお、カエルってよく見ると可愛いと思うの。アクア。どうよ、水の浄化なんてできるのか。バカね、私を誰だと思ってるの。名前や外見のイメージで私が何を司る女神か分かるでしょ。宴会の神様だろ。違うわよ、ヒキニート。おーい、アクア、湖の浄化はどんなもんだ。浄化は順調よ。カズマ、お、なんか来た、ね、なんかいっぱい来た。カズマ、カズマじゃ。ワニが出てきてからアクアは女神としての浄化能力だけでなく、もう一心不乱に浄化魔法を使いまくっている。ピリステーション、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 ピリステーション。ピキって言ったか。今檻から鳴っちゃいけない音が鳴った。ピリステーション、ピリステーション、ピリステーション。おい、いい加減檻から出ろよ、もうワニはいないから。このまま連れてって。なんだって。檻の外の世界怖い。ちなみにその世界で死んだら俺はどうなる。調子狂うな。所詮裏方、大して世界を救う役には立たないではないか。女神に対して何たる態度、殴ってやりたいわ。とにかく異世界行きが拒否できないならこちらにも条件がある。あ、せめて入念な準備はさせてもらう。俺が納得するまでだ。その時私はようやく気づいた、重要な項目を見落としていたことに。せいや、ほったらかしにしてごめんねって。あ、シクタ、あ、セクシー。それに借金のいい匂い。せいやって日本人でしょ、だからおにぎり。得体の知れないものが作った得体の知れないものか。だから得体知れなくないし、失礼にも程があるし。お前が先に食えな。毒が入っているかもしれんからな。あんたに毒盛る理由がある。あ、ほら大丈夫でしょ。たく一生懸命ここから学校へ行こう。即効性の毒は入っていないか。即効性の毒も入ってねえよ。レディーパーフェクトリー、準備は完全に整った。大女神イシスター様に調整してもらった絶好のポジションよ。さ、あのエドナの町で装備を整えましょう。いらっしゃい。ではこの鋼の鎧を3つくれ。ちょっと待った。キル用スペア、スペアがなくなった時のスペアだ。鎧マニアかい。身長というよりもはや病的。さあ早速モンスターと戦ってみましょう。お、見て、あれがモンスターよ。ほう、奇怪な生物だな。遺伝子操作か何かか。魔物だよ、スライム。え、くらえ、アトミックスプリットスラッシュ。まだ生きているかもしれん。ヘルズファイヤー。もうやめろよ。よし。てか、スライム一匹に飛んだ。何者？はじめまして、女神様と勇者様。私
魔王軍直属四天王が一人、ケオスマキナですわ。どうしよう、どうする。セイラ、あ、逃げたー。待てから女神を追い